標準時、島模様の色の地域は夏時間を採用している。モロッコでは、現在、中央ヨーロッパ時間が標準時に採用されている。過去には夏時間が採用されていた期間もあったが、現在は実施されていない。モロッコでは、長年西ヨーロッパ時間が採用されてきた。1970年代には夏時間として、西ヨーロッパ夏時間が使用されたこともある。 1984年に標準時は中央ヨーロッパ時間に変更されたが、1986年にはウェットに戻されている。2008年に夏時間が暫定的に再開され、2008年は6月1日から9月1日まで、2009年は6月1日から8月21日まで、2010年は5月2日から8月8日まで、 2011年は4月2日から7月31日まで、それぞれウエストが使用された。いずれの年の夏時間も、その終了日はラマダン期間の開始直前である。2012年3月に夏時間は、恒久的に採用され、期間は4月最終日曜日から9月最終日曜日とすること、ラマダン期間中は夏時間を適用しないことが定められた。このため、 モロッコは1年に4度の時間の変更が行われる国となった。2013年9月には開始と終了が、それぞれ3月最終日曜日と10月最終日曜日と変更され、ヨーロッパの夏時間のスケジュールと合わせられた。2018年10月、モロッコ政府は夏時間を廃止施設との通年仕様に移行することを発表した。しかし、 ラマダアン期間に時計が1時間戻される関連は残されたため、世界的に見ても珍しい逆夏時間とでも呼ぶべき状態となっている。TZ データベースのゾーンタブにはモロッコの標準時が1つ含まれている。ありがとうございます。